ただきます。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害のサイリの夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだは良いが、なかなか寝つけずこのラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安でその気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問質問お悩み相談何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識とサイリのその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方をサイリさん、メールアドレスメンヘラ103アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、メンヘラジオ第23回はい、はい、の収録となっております。はい、はい、これがね放送日3月、もう3月に入ってんだよ。3月に入ってる。今2月20日だけどね放送日はもう3月6日、サムの日です。病院の日じゃねえか。あ、そうね、病院、通院日だね。通院日じゃねえか。ね、通院日だね。はい。通院、だからこの日は通院から帰ってきて、うん、24回の収録をしますね。3月6日にはおそらく。あ、そうなんだ。はい、予定になっております。はい。では、23回なんですけれども、前回に引き続きゲスト来ております。ゲストはこの方。はい、ハピアノベイマックスポンポンツカポンツカポンです。はい、よろしくお願いします。はい、22回前回に引き続き、ゲストにツカポンさんをお迎えして、うん、はい、本日も、楽しく収録させていただきたいと思ってるんですけれども、うん、はい、前回の収録がすごく楽しくてね、うん、楽しかった、はい、楽しかったですね。はい、今日も楽しくできればなと思ってるんですけど、うん、今日に関してはね、あのメンヘラトークのコーナーで、つかぽんさんのね、うん、同じメンヘラ仲間としてつかぽんさんもしっかりメンヘラなんで、そうですよ、しっかりめのメンヘラ、しっかりめのメンヘラなんでね、あのどういった経歴を経てというか、うん、あのどういう診断名を受けて、僕ならギャンブル依存症とうつ病、うん、サイリならね、乖離性障害ね、うん、っていう病気があるように、うん、つかぽんさんにもね、うん、しっかりとした病名ついてますよね、うん、2級取りましたいやいや、そういう資格じゃないんだけどまあまあ、ごめんなさい、すいません、ちょっとブラック情報、ちょっと資格みたいに言うなよってちょっとごめんなさい、ちょっと禁止です。俺も持ってます、2級すいません、すいません、野菜も持ってます、すいません、ごめんなさい、ちょっと禁止だよ、いいんだよ、そういうのもね、あの楽しくこうやってね、うん、楽しく明るく病気、原因、それこそ、ね、笑い飛ばしてしまおうと、そうそう、今日も元気に病気中というところでね、そうだね、はい、今日も30分、メンヘラ3人でお送りしますので、どうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ3人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では本日は、ツカポンの、うん、ちょっとパーソナルというか、うん、まあ、うん、いろんなことをねお聞きできたらと思うんですけれども、うん、だったよ、はい、いろんなことあったよ本当にね、聞くの怖いな、あの世界はね深いよね、はい、深いですね、はい、僕らね、よくね、何名かでハピアンのねメンバーで金浜さん、施設長の金浜さんに連れられて帰国だったり、うん、沖大だったり、うん、あとは看護学校、うん、まあ学校とかね、うん、そういうところにね、うん、行ってるのを最後見てるよそう、そういったところでね、自分のなんか経験だというか、うん、はい、
なんていうか当事者から話を聞くっていう、まあ、コンセプトのもとね、その学生さんたちにちょっとお話しするみたいなね、そうさせてもらってるんですけれども、うん、まあそんな感じで、つかぽんさんのね、うん、まあ病名から聞いてもいいかなと思うんですけれども、うん、はい、教えていただければ。自分の病名は統合失調症の感情障害、はい、気分障害って言ったりもするのかな、あの幻聴、まあ統合失調症って言えば幻聴とか、うん、そういう幻覚のイメージがあるけど、うんうん、自分どちらかというと感情の浮き沈み、はい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 、うつの反対はそうって言ったりするんだけど、そう、うつの波がすごいですね、うんうん、まあそうの状態って言ったら、うん、言ったらハイな、ハイテンション、うん、ハイテンションな状態だと思うんですけど、もうね、うん、まあ、例えば最近だと、うん、夜中の2時か3時ぐらいに車出して、うん、あの茶壇のキングスマートに行って、うん、デザインの勉強してました。今からマスコットキャラクターとか、うん、変態ですよね。変態というか、じゃあもう眠れないんですよ。覚醒しちゃって、早朝覚醒っていう言い方するんですけど、早朝覚醒、例えば3時とか起きたりして、うん、もうパシッともう寝れないんですよ、もうこの後、はいはいはい、そういう時はもう主治医から言われたのが、うん、もう例えば作品作るとか、うん、もう やっちゃいなみたいな、うん、もう寝よう寝ようとするんじゃなくて、もうバッともう行動しちゃいなっていう、うん、でそれがそのこの間やったのがキングスマート、うんうんうん、めっちゃかっこいいんですよ、あのデザインとか選手のグラフィックが、うん、あ、キングスってあのー、あ、ゴールデンキングスね、キングスの、うん、そうそうそう、あ、はいはい、バスケットのね、そうそうそう、でマスコットキャラクターとかもすごい、ゴーディーちゃんだ、かわいいですよね、かわいいですよね、うん、あれとかもうめっちゃクリアファイルとかがね、かわいいんですよね、うん、そういうのを、うん、夜中の3時に一人で見に行って、あのうろうろした、はい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 、あのキングスマートそんな時間空いてるんですか。いや、24時間ですよ、ファミリーマート、うん、あ、キングスマートって、そっか、キングスのファミリーマート、うん、ファミリーマートね、キングスがさ、なんかの、ね、なんていうか、選手たちが、うん、プリントというかね、されたファミリーマートがあったりするのは、なんかすごく提携してるというかね、そうそうそう、応援してるからね、ファミリー、沖縄ファミリーマートが、うん、ファミチキのキャラクターとかもいけるんすよ。あ、そうなんだ、うん、あのトイレの行ってみたら分かりますよ、うん、あのやっぱスタイリッシュで、はい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 、やっぱりなんか、うん、なんかね、激アツというか、キングス来てるなってなっちゃいますよ。激アツ、魚群かな、魚群かな、激アツ、金保留かな、ちょっと古いかな、俺のなんかもう40歳のおじさんが言う、いや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 、激アツとか全然いい、うん、激アツ大好きですよ、各編に入るかもしれない、まあ、俺的にあ、ごめんなさい、あれですよ、ね、要はメンヘラしか勝たんってことですよ、メンヘラしか、そうそうそう、ちなみにですけど、その感情障害、統合失調症の感情障害って診断されたのはおいくつぐらいの頃なんですか。ね、うん、22かな、あ、大学、まあちょっとね、うん、あのうつみたいな感じにもなったんだよ、うん、大学卒業した後に、はい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 、その後就職できずに、うん、まあ、入った会社でなんか結構いろいろ体調崩しちゃって、うん、まあ、設計士、うん、建築家もなんかその建築家になってやるぜって頑張ってたんだけど、うん、なんかね、就職もなかなか落ち着かなくて、はいはいはい、転々としてたし、はい、あの現場とか行っても何もわからないんですよ、うん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 、自分は大学でその CG、はい、あの建築パースっていうんですけど、立体図を作るのばっかりやってたんで、うん、鉄筋のつなぎ方わからないし、うん、もうなんかそういうのでなんかもう挫折、ね、じゃないけど、でクライアントからもちょっとなんかお客様の財産で遊ぶみたいな、うん、なんかね、やっぱ設計士、そう言われるとなんか、うん、ってなるね、なんか嫌味みたいな感じ、まあ、うん、苦言みたいなのを呈されたわけです、まあなんかね、うん、まあ、うん、だから、うん、その挫折の後に、うん、あの受産施設ってところで、はい、あの就労訓練をしてたんですよ、はい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 、そして障害者雇用で広告のデザイン会社に入って、うん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 、もうこのデザイン会社がもうとっても理解のある職場で、あのなんかね、うん、あのつかぽんさんのデザイン好きだよって言ってくれるリーダーの子がいて、うん、自分よりめっちゃできる人なのに、うんうんうん、
自分のこと先輩って呼ぶんですよ。はい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 。そういう子がいたから、実は、あの、10年間も勤めることができて、でその後に、開業、まあ、個人事業主を立ち上げて、まあ、ハピアのメンバー、あの、前、夏美さんとか、あの、マスクマンとかと、イラスト描いたりとか、感じですかね、今。うん、すごく楽しいですよ今。ああそれはすごい良かった、うん、でも楽しそうにしてるなって、まあ、つまずきながらですけどね。つまずいてるよ。メンヘラ確かね、本当にね人、うん、人間っていろいろいるさね、うんうん、でそれって学びだし、うんうんうん、あの逆に楽しいかもしれない。ああなるほどね。その学びをすることがだからメンヘラって、うん、なんかね深いじゃん心の深さがね、うんうん、傷ついて、ね、あのね自分も結構いろんな、まあ、偏見もあったし、うん、まあ村八分って言ったらあれだけどまあちょっといろんなあれは辛い経験あったんですよ、はいはいはい、辛い経験、うん、引きこもりもあったし、うんうん、そうあの急激なね体重増加減少増加、うん、あのムラグリしたんですよ自分、うん、でもうちょっとでも肉ついたらもうすぐ飛行場に走りに行ったりとか、はいはいはい、そういう人だったんですよ。沖縄マラソンも完走できる体力あったし、そうなんですよね、うん、そうなんだ今はね、まあ、うん、ポンポンがつかポンだもんね。あの実はもうあのお腹叩かれてポンっていい音になったからつかぽんなんですよ小学校3年から。そうなんだ。そうそうそう。そうなんですよ、ね。可愛らしい、うん、あだ名の歴史というか。うんうん、いいです。ああそうなんだ。うん、そうじゃあ、うん、22歳からずっと、まあ、どのぐらい、うんね、入院がとかもじゃあ経験はされてる、ね。そうなんですよ。入院も何回したか覚えてないですね。うん、数え切れないくらいっていう。うん、しかも、うん、保護室の体験とか。うんあれすごいじゃないですか。映画見てるようじゃないですか。わかりますよね。いやいやわかるでしょ。メンヘラ。保護室仲間だ。あそっか。あのさゆりさんあの。いや気づいたら保護室とか。そうそうそう。とかね気づいたら高速とかね。そうそうそうあるある。これ世にも奇妙なものかっての実写版リアル版じゃん。いやそれが本当に起こるんですよ。本当本当。あれ不思議ですよね。あの映画のキューブとかさ あれが保護室だったりさ暗い中からパッて目開けたらあれ体動かないけど縛られてるんだけどみたいな時さ、うんうん、あったもんなサイモン。ああすげえメンヘラな話。保護室はやっぱ寂しいもんですか。すごいっすよ、うん、精神と時の部屋ってみんな言うんですよ。仲間内では。わかります。ドラゴンボールの。はい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 、強くなってね。あの本当にね、うん、もう汚いマット、誰が使ってる、うん、なんかマットと、うん、おまるですよ。あまる、まあポータブルトイレって言うんですけど、はい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 、この大人になってポータブルトイレでできます？うんうんうん、できないでしょ。屈辱だしね。うん。しかもね。トイレした後、くっさいのに朝ごはん来たりね。あるよね。あるあるある。しかもトイレしてんのもカメラついてるさ。カメラっていうか、あカメラはなかったけど、もう病院によるんだ。丸見えだった。病院によるんだね、じゃあね。あの、サイがいたとこはついてたわけ。監視カメラが、うん、うん。だって、あのナースセンターみたいなところ。ステーションな。ステーション、ナースステーションの上の方に。テレビ画面があってから、モニタリングされてるんだ。映ってるわけ。まあそうそうそう、よく言うあの精神科特例で精神科のナースとか、うん、お医者さんが少なくていいっていうあれで、うん、人数が足りないからこそ、うん、そうやってそういう部分で補うっていうところなのかな、うん、ちょっとかもしれない。やだね、監視されてるっていうのはね、うん、なんかさ、入院してる時ってさ、うん、話聞いてくれる看護師ってって大切じゃなかった、うん、大切。なんか一生懸命記帳して仕事に追われてるんじゃなくて、うんうん、そのロビーというか広場でひたすらなんか、ね、話を話し相手になってくる話すだけ、うん、だからさ、ね、なんか入院のそのロビーにピアサポーターが一人いてもいい気もしますけどね。ああそうですね、本当にそう思う、うん、ピアサポーターもね、もっとねどんどん、うん、あの自分ね、うん、障害者雇用で入った広告の会社は、あの
メンタルのチェックがあるんです、ストレスチェックが、うんうん、で必ず引っかかるわけ、やっぱメンヘラだし、うんうん、でそこで主治医と面談が入るんだけど、うん、あのその主治医の面談の時にあのメンヘラじゃない、あのピアサポが、ね、はいはいはい、ピアサポメンヘラピアサポーターがね行ったりしたらなんか心強い気もするけどなとか、あのチェックの時にメンヘラがいたら助かるんだけどあのいやいやまあまあ、まあまあ、ピアサポーターね大事だと思う、役所とかにもね、うん、役所とかにもなんかいたりとか、うんうんうん、そうですね、結構どんな場面でもピアサポーターってその同じ立場みたいな人が一人いるだけで違うかもしれないね、うん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 、なんかね、うん、そういう部分でのなんか障害者雇用としてピアサポーターを各企業がまあね部署に一人は入れるとかね、うんうん、まあカウンセラーと同じ形でね、うん、いてピアサポーターっていう職業みたいな感じでね、うんうん、いつか使われてくれる日が来たらいいなと思います ね、うんうん、うん、本当に本当に、うん、いいと思う、ね、うん、結構なんか、うん、大事な経験じゃないかなって思います、うん、あの自分はデザイン業務をメインで動いてますけど、うん、ハッピーアンのピアサポーターとか、うんうんうん、あとハッピーアンで過ごすコミュニケーションの時間とかが、うんうん、自分のメンタル の、 あのケアになってケアと維持、うんうん、になってるし、うんうん、まあでも伊波さんがやってることがそれこそさ、あの障害者雇用じゃないけどさ、仲間に、うん、実力のある仲間に声かけて、うん、あの手伝ってもらうっていうことをしてるのはすごくいいことで、うんうん、すごく周りの人もね、仲間も信頼して伊波さんのところには集まってると思うからね、うん、今のね活動を伊波さんなりに広げていけばいいのかなってすごく思いますけれども、イラストもいろいろなタイプの、うん、あのまあ今日のさゆりさんだったら、うんうん、な韓国コスメ風のね、うんうん、あのコースターデザインしてほしいとか、はいはい、そういうのがあって、サヤリはできるかな、首曲がったイラストとか、あそまあでも面白い、いい味があるのは描くと思うんでね、いいかもしれないです。音楽そう最近はね、うん、CM ソング作れる方もいますよ今チームに。ああ素晴らしい、すごい、あれかな、あのルイキ君から。そうですね、前僕らのねラジオにもゲストで来ていただいたね、うん、そうそう、うん、しかも初音ミクも最近使えるようになってボーカル入れて、そうなんだ、まあ、今は仮で初音ミクでやって、うんうんうん、あの本当のボーカルを今から入れて、なるほど、仮歌で初音ミク利用してみたいな形 で、 そうそうそう、はい、最終的には YouTube でそのイラストと、うん、その歌詞をやったスライドにしてプロモーションします。あー素晴らしい。今からそれは、それはもう曲は上がってて、うん、ホームページに、あー今から映像、あじゃあその曲は伊波さん、つかぽんさんのホームページで見れるんですか。じゃなくてその町田行政書士事務所さんっていうのがあって、あ、はい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 、そこのホームページをあの、うん、作ったんですよ。素晴らしい。でギャラリーってボタンとかあると、うん、つかぽんがあそこでスカポンがデザインしたいろいろ手掛けた、ね、はい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 、会社のロゴ入れたり、刺繍のキャップとか、ポンポンスカポン、ポンポン躍動してます。すごい、うんうんうん、じゃあまあ気になった方はそこでもチェックしていただいて、松田行政書士事務所さんです。行政って言って、行政書士事務所ですね、はい、皆さんもよかったらチェックしてみて。あと自分のデザインはつかぽんデザインで出ますか。あそうですね、はい、うん、アトリエプラスワン、うん、あの会社の名前もね、アトリエプラスワンデザインスタジオで、その、うん、あなたの夢、お客様の夢のプラスワンという思いと、うん、あの障害者とかデザイナー仲間とか、うんうんうん、大きくみんなでスタジオになりたいなって思いですね。素晴らしい、かっこいいやろ、はい、かっこいいな。あとあれなんだよ、あとあのもらったボールペンが書きやすい、あトリエプラスワンの、ね、ボールペン最高、うん、あれね、あのね結構ね、うん、在庫なくて今3月に入るので、あそうなんだ、また、はい、インク切れたよだからね、だから会心買おうかな。ああ、それがもしかしたらいいかもしれないですね。うん、ちなみにあの最近ね、つかぽんさんがね、うん、あのとあるラジオ番組にゲスト出演された際にね、うん、なんかちょっと失態を犯したという、なんかちょっと気にされてることがあったんで、ここで一応言っていいですか？はい、お時間大丈夫ですか？はい、あのね、あの夏美さんと健太さんの、うん、あの映画を、うんうんうん、今ドキュメンタリーを、うん、あの原監督さんが、ね、あの夜明け前の歌って言って、
あの四宅貫地の歴史の映画を作った監督さんが今、うん、夏美さんと健太さんを追って、ね、映画を作ってるのを追いかけてくれてますね。追いかけてくれてるんですけど、ドキュメンタリーみたいな、そう、ドキュメンタリーやってて、で、あの某あ某っていうか、あの FM 技能さんの、うん、あの他の番組で、うん、なんかね、あの映画予定あるんですかみたいな振られて、うん、であの今ね発表のメンバーであの今作ってますよみたいな、なんか説明が少なく、なんか俺が映画監督みたいになってどんだけかっこいいんだ俺って思いに対して、違う自分好き映画監督っぽいもんじゃないか、いや三歳っすよね俺、なんかね最近ねあれなんですよ、あの男じゃないみたいって言われたりするし、先週も話したようにさ、いいんじゃないの、そう男性女性そうだからスカポン新たな生物が発見されました。あれでいいさ、スカポンかスカポン以外かみたいなね。かっこいい、ローランドみたいになってないかっこいいな。お前どこでローランド仕入れてきたんだよ。スカポデラックスになのかな。マツコデラックスさんも本当になんか自分素敵だなって思うし、腰の純子さんも好きでな、まあ、何の話やねん。だから飛ぶんですよ。だからもうなんかあれなんです、あるあるで飛ぶ人とあるあるなんですよ、自分のそう自分の中では繋がってるけど、そう分かるでしょ、自分の中で繋がってるけど、そっち言われるんですよ、モアイで飲んでると、なんでお前今この話してるわって、でそれをまた説明するんですよ、ね、そうだよね、あるあるだよね、通じるよ、それ通じるよ、メンヘラあるある、そんなメンヘラあるあるのお二人を前にエンディング入っていきます、うん、お、はい、エンディングですか、はい、あ、早い、うん、はい、メンヘラジオエンディングです、はい、はい、あの楽曲紹介のコーナーもあったんですけどね、はい、話が盛り上がったんでカットしました、カットしました、いいんですよ、いいんですよ、全然、はい、楽しかったからいいです、今夏美です、あ、夏美になりました、おかえり、夏美です、おかえり、どのタイミングで、わかんない、おかえり、うん、音が飛んだ、飛んだね今一瞬、そうなの、まあ、うん、ごめんなさい、今ちょっと焦った、めっちゃなんか、あ、そう、パンがこれだから、うん、見えたのが2人だったから、うん、何をしてると思って焦った、面白いよね、ついさっきまでサイリだったんでね、うん、そうだよね、うん、サイリ頑張ってたよ、サイリ頑張ってた、うん、楽しいって言ってたよ、楽しめてるなら何よりだね、まあ聞いてる皆さん何のこっちゃって思うかもしれないけどね、うん、こうやってパッと夏美さんはちょっと解離性障害っていう病気の、うん、まあ症状と言っていいのかな、うん、あの人格がこうやって自然と入れ替わったり、うん、まあ、時にはね俺たちも何度か目にしたことあるんですけど、ね、バタンって倒れたり、うん、そうそうそう、タンコブ作ってね、タンコブ痛いんだよねいつもでしょうね、うん、はい、まあ今日は、スカポンを、うん、ゲストに迎えてお送りしたわけですけども、夏美さんいかがでしたか、うん、途中からだからなどんな話したのかなって分かんないけど、見直すけどスカポンさんは本当にいつもいい感じだから、もうそのままスカポンガイドをひた走ってほしい、知ってる、知ってる、いやゴムのマイブームなんですよ、なんか、うん、ありがとうね、はい、うん、はい、ではあのつかぽんさんも、うん、2週にわたってメンヘラジオゲスト来ていただけましたけれども、はい、はい、いかがでしたでしょうか、超楽しかったですね、あ、よかったよかった、そう言ってもらえて嬉しいです、本当にいいですよね、うん、デジチャとね違う、うん、まあ両方ね、いい味があってね、まあ、いいだけど、そう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 、やっぱ、うん、スタイリッシュですよ、本当にスタイリッシュかどうかわからない、かっこいいですよ、健太さん、あ、本当ですか、うん、嬉しいな、クールバイジーさん出てきた、知ってるって言われて、知ってるって言われて、知ってた、まあ、知ってたなるほど、そうそう、うん、いいと思う、そうね、はい、まあこうやってね、まあ僕もね、また近いうちね、うん、あのデイジチャーコロピーの方にいつかね、うん、
久々に参加したいなと思ってるんですけども、うんうん、今はね、あの岸本さんがハピアンの歌姫としてね、うん、あの岸本さんって言ったらね、うん、ハピアンの唯一の女性スタッフがいらっしゃるんですけれども、うん、あの人もね面白い人だからね、うん、面白いよね、うん、すごい面白いと思う、うん、はい、まあデジタルコロビーカフェもあのメンヘラジオと同様楽しいラジオとなっておりますので、うんうん、あのそこでもスカポンさん並びに夏美さん、うん、はい、大いに暴れていきましょう、はい、出ていますのでそちらでね、あのマスクマンの操縦を2人にはぜひお願いしたいと。あ、無理です。無理です。手遅れだな、彼。いや、混ぜるの危険なんですよ。天然危険物だし。天然危険物で混ぜるの危険だから。社会ともね。それはあかんね。それはあかん。まあまあ、メーラーで、ブラックジョークで。ブラックでね。はい、まあでも、こうやってね、また、またね、後日、イハさんのスカボンさんの時間があるときでいいので、うん、はい、ぜひまた遊びに来ていただければ、うん、楽しかった、また来るね、はい、よかったです、はい、それでは、今週のメンヘラジオはここいらでお開き、今日も元気に病気中中村夏美とサイリと中村健太とスカボンでした。お薬飲んで寝ろ。OK、うん。